いけ、これ振動ダメ、意外と入るから。オッケー、これね、直で当てると結構ダメージ入るんですよ。どうも、コーナスです。今回ですね、親父を使っていきたいと思うんですけども、親父、本当にかわいそうだよね。ただ、こんなね、ちょっとかわいそうな扱いを受けてる親父ではありますが、今回このガチ最強編成やっていきたいと思います。まあ、カイドウ2種とヘラメダルということで、次1の短縮速度も上がればダメージカットもできるというところでね、この最強編成で親父、大活躍させていきたいと思います。ってことでやっていきましょう、どうぞ。さあ、やってきますか。いや、もうセラフィムが登場してしまってね、もうディフェンダーセラフィムで良くないっていうなってるとは思うんですけども、意外とね、この二陣にいたりするのが強かったりするよっていうのと、まあ、セラフィムは、てか、まあ、スネークは、この二陣にね、行きづらかったりするところがございますので、まあ、そこにね、しっかりとシールドを待ち構えてあげるのが、まあ、かなり強いと、いうような、まあ、キャラにはあるんですが、あっ！あっ！こうなると終わりでーす！白ひげ別に泣いていいんだぜ、白ひげ。お前だって嫌だよな、辛いよな、辛いよな、白ひげな、こんな扱いになってされてね、本当に。いや、本当泣いていいんだよ。はい、ということで、まあ、公敵種ではあるものの、もう公敵種、要はライバルが旗を握ってしまったらおしまいと。本当にね、借りた猫のような、まあ、にゃんにゃんにゃんとなってしまうような性能ではありますが、ただね、ああいう感じでエリア外で対処すると普通に強いと。まあ、エリア内だと状態以上入りませんので、まあ、そこはかなり心配要素は大きいのと、これね、シールド入れとくとかなり強いんですよ、一応ね。でも時間稼げるっていうだけなんですけど、そこはかなり良きまるかなと。で、これ一発入れてから振動。で、振動入るキャラには普通に強いと、いう感じでございます。はい、一発からの、まあ、とりあえず自チームにいながら、しっかりと、まあ、状態上短縮もあるったりはね、するんですけども、まあ、無効ではないと。まあ、あとは、シールドがやっぱ強いよねっていう、あ、あれ下降りちゃった。あ、セラフィム行ってくれる。でかい。であれば特には大丈夫ですね。まあ、こういうところで、まあ、ちょっとね、セラフィムが行きづらいところをシールドで守ってあげるっていうのが、まあ、親父のいいところ。なんで、意外といるとね、鬱陶しかったりしますよね。さあ、ここは降りてくるか。まあ、戦闘丸さんはさすがにあれだと思うし、カルガラもさすがにきついと思うので、まあ、一旦入れながらのここ振動入れて、で、そこで短縮もらっていきますか。はい、50% も引けないと。まあ、ここの、なんかさ、もうなんかその、インフレ的にここもうなんか 90% ぐらいの確率で振動付与当ててもいいと思いますけどね、白ひげさんは。はい、しっかりと剣を持っていくよ。まあ、ここまで来たら安定感ガチエグさんっすよね。で、ここわざわざスキル打つ必要ないので、しっかりとね、通常攻撃で持ってきつつ、エリア外だったら振動減る、エリア外だったら振動減る、エリア外だったら振動減るぞ。あ、待ってよ。あれは、ロジャーさんめんどくさそうだから、一回シールド貼っといて、時間稼ぎますか。オッケーオッケー。で、セラフィムあっち飛ぶかな、一人。まあ、取られないとは思いますけど、まあ、逃げられたら、俺、ああいう感じで、時間稼げるんですよ。それがいいよね、白ひげさんのいいところって。はい、ここ最後行ってきながらの、はい、守っていくと。だから意外とね、守り性能素晴らしいんですけどね。お、MVP ですね。この結局最強ディフェンダーは、白ひげです。来ましたと。まあ、セラフィムがね、いればもう勝ちですわ。セラフィム親父。ここでね、補っていこう。苦手な部分を。で、ロジャーがこっち行こうとしてるんで、僕はロジャーいないとこに行きます。絶対的にね。さ、ジョス一発合わせてきながらの、オッケー、招待状入れてからの1、2で。さ、ジャスからの、そこちょっと一旦別に倒す必要ないんだけど、申し訳ない程度に倒させていただいて、オッケー、まずスコア稼いでいく。んで、まあ、あそこ、ロジャー船長でしょ。まあ、ロジャー1で守れると思う。なぜなかというと、相手に S スネークがいないからですね。S スネークいない限り、まあ、ロジャーの大無双撃、間違いなしなので、そこはいいとして、さ、ここは息子の友達、さ、そこはただ、はい、ジャス1合わせてからの、オッケー、あっち守りがてらのこっちのシールド入れといて、はい、ナイスすぎからの、これは踏んづけ、バージュラング一発合わせてからの振動、はい、オッケー、強すぎる。んで、またあっち守れたんですけれども、ここも状態以上入りますので、S スネークさんはあっちでもこっちでもどちらでも良いと。まあ僕はエリア外からここからもうなかなかあっちまで行くのも大変なので、何かできるわけではないんですけども、一発、あ、合わせづらいな。さあそこ振動入れといて持っていくと、さあ S スネークさんあっち、あ、まだ不安定か。オッケー、安定した。さあここであと守っていけば S スネークさんとね、協力しながらまあほぼほぼまあ守りきれるかなと思いますので、なんも怖いことないですね。やっぱね、S
スネークとのこの相性はめちゃくちゃいいんだよね、味方さん同士の。だから S スネーク1、白ひげ1、ロジャー1がいたら、まあ、めちゃくちゃに強いんじゃないかなとは思います。はい、ここをレイリー持ってって、なんかレイリー最近ちょっと見るけど、なんかあれか環境いけんのかちょっと。あんまりそんな感じしないけどね、レイリーさん申し訳ない。すんごい申し訳ない。正直あんまいける気がしてないわ、レイリーさんに関しては。なんか、これさ、ごちゃごちゃすると結構カウンター引いたり引かれたりというところで、ちょっと邪魔になりかねないので、まあ、これは距離感を置かせていただきます。すいません、ソーシャルディスタンス。ちょっと遠距離恋愛でね、やらせていただこうかなと思うんですけれども、やっぱね、なんか同じエリアでわちゃわちゃやっててるので、ちょっとめんどくさい感じあるよね。あ、待った、これ S スネークさん来てくれるパターン、来てくれないパターンどっちだ？待って、そこ一発入れといて、俺ね、これ何もできてないから、これよろしくボタン押しますか。ちょっと私何もできないんで、ちょっとお願いしますよっていうね。あー、S スネークさん行ってくれないかなとかっていう心の中で思いながら、オッケー言ってくれない。あっちはちょっとミホークさんなので、ミホークてかホークなので、ちょっとさすがにここはね守りきらせていただきたいんですけれども、オッケー持ってけ状態以上、はい、オッケー、そこも引けないと。ちょっと非常によろしくないけど、まあ、そこは取り際あるか。あ、おいえー、どういうこと、おお、どういうこと。二段構えのどういうことそれは。さあこれただ取れる。S スネークさんはガチで永遠にロジャーを守ってほしいんだよな。さあそこは持っていける。オッケー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 。さああとはそこが S スネークさんにお願いしときながらのシールド、オッケー、ここ一発入れとくか。はい、入れといて、でまあここでね、やっぱ時間稼げるっていうのがかなり陽気丸水さん、ゆうじ丸、はい、合わせていたい。ただ状態上短縮ある。さあ避けながらの最後振動まとめてぶっかますと、おいブーチかもす。はい、強いですね。まあ、あと S スネークとのどれだけコンビネーションができるかと。これさ、ロジャー船長さ、絶対一陣、二陣か真ん中の方に走ると思いますんで、ちょっと一陣で隠居させていただきたいと思います。あ、オッケー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 。初手から絡んでもいいことないから、全くもって。あー、ニカスさん、あれニカスさんのがまだ、ま、行くか。ちょっと上の方守りに行きますか。遠洋状態。一旦これ行きつつの、いや、ここまで来たらどっちでもいいっちゃいいんだけれども、さ、ここはしっかりとゾロさん倒してくれてでかい。さ、守りながらの、ただどっかしらの旗をね、もう一本抜かなきゃいけないんだけど、いや、でもあそこ行けるか。ニカスさん、あっち真ん中。あれやけども、さ、そこどっち、いや、これさ、一緒に攻めたらさ、まあ、S スネーク1体しかいないから、どっちか、まあ、ニカさんか、なんかそこが取ってくれて、さりげなくこっちも取れてみたいなね。ちょ、妨害かけに行こう。ここはちょっかいかけに行こう。通常攻撃つんよ。ここら辺は、だから一緒にちょっとちょっかいかけといて、オッケーオッケー、ちょっかいかけて、ジャスからの、はい、1、2からの、はい、ちょっかいかけて、はい、合わせて、これちょっかいかけて、オッケー、その間に、おっと、全然ダメージ食らってない？おっと、立ちバグ？えぐいよ。ここちょっと妨害かけながらの、ちょ、ゾロさんが旗を抜けるような援護を入れていきたい。もう攻めよ攻めよ、この S スネークが。S スネークが、こう、なんかワンチャン、こう、ワンチャンしてる限り、いけ！オッケー、振動入れて、はい、タイミングずらしてからの振動、オッケー、からの通常3段目、振動、これむしろ邪魔しない方がいい。ごめん、すっごいごめん。白ゾロに関してはマジで邪魔しない方がいいわ、これ。でも言うて、まあやることないからね、あれなんだけど。まあ4回とりあえず栄養状態になってもらうような手続きを踏みながら、あ、でかすぎ。さ、ここは一緒にちょっと取れるように。ごめんなさいね、邪魔してしまってね。本当に申し訳ございません。白ゾロは別にその手厚いフォローいらなかったね。誠に今のは反省でございます。さあ、ここはただ、ローさんが振動を入れて、一旦ここでシールドダメージプラス、いけ、これ振動ダメージ意外と入るから、オッケー、これね、直で当てると結構ダメージ入るんですよ、実はね。はい、ここはまあ、ため直しますか。いや、だから、ローくんは、そのシールドだけだったら全然ダメージ入らないので、しっかりとインしてからの、スキルに直当て。だと、結構振動も入ってね、手離せる場面も多いのかなっていうね、思いますので、まあそこら辺結構やっとけばね、強いんじゃないかなと思います。で、ロジャーだよな、問題は。これエリア外で戦わないといけないんで、まあエリア外でしっかりと1の1の、1の、はい、合わせて、うわー、終わった。はい、これ負けですね。これ待って、シールド一旦入れとこう、先に。先に入れといて。んで、ここから、はい、すんごいバグだね。さっきから。えぐい。流れるような立ちバグ。えぐいって流れるような立ちバグ。えぐいって、ほんとに。やめて。合わせて。握られたら負けよ、白ひげ。えぐいって何それ、終わってる。これ話せる人いる、ありがてー、マジでお願いします、それ。あとはちょっとこっち守れるようにだけしていきたいんですけれども、やばいなー、マジでごめん、ワンチャン、ガチ最強それ。やば。ワンチャンクエグ。さ、これは、あと守りですね。いや、よかったよかった。ロジャー来た瞬間逃げなければならないという、悲しい
現実いきますか。いや、ここからがちょっと心配要素が大きくてですね、これ初手、まあ、ロジャーが突っ込んできたらまず負けなんだけど、まあ、突っ込んでこない限りはまあまあまあ安定できるんじゃないかなと思いますからの、まあ、上わざわざ行きたいけど行ってしまっても結局ロジャーに突っ込まれて取られるので行くにも行けないんだけど、誰か行かないのかな。3人とも3人ともそこに行ってしまった。下手に移動してねやられるケースがねガチ多いのよ。そうなのよね。からね、なかなかね、あっちの二神社取りに行こうって言って取りに行きづらいんだよな、正直なところ。だから、まあ、どっちかが一人方があっち行ってくださったらかなり、楽ではあったんですが、さ、ここはエリア外でちょっと対処しなきゃいけないと、さ、ここで一発一発一発で状態異常が入るところまで行ってからの、なーんでー？はい。ここ。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、一応そこ振動入れてるっていうのはあるんですけれども、ただ、こうなってしまうと、負けですね。あ、これで、ま、逃げられたら負けと。マジで逃げられたら負けないよな。これバジュラング打つと思うから、まあ、一旦、一発や無理です。負けです。ごめんなさい。まあ、そこは変にもう私が何かするのはやめましょう。握られたら負けです。すみません。本当に申し訳ない。ロジャーに握られたら負けです。さ、そこシールド一発入れといて、はい、負けです。もう、だからさ、おかしいよな。なんかおかしいよな。絶対に。まず、吹っ飛ばしないの。おかしいしね。で、負けでーす。すいません、もう負けでーす。はい、お疲れ様でした。はい、ということでございましたと。まあ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 、こっから、ただ、ゾロが出たことによってさ、結構白属性ペアでさ、ここ組めるのいいですよ。まあ別に組む必要ないんだけど、白属性同士で。白属性同士で全く持って組む必要はないんだけれども、OK、持っていける。さ、ここをしっかりとロジャー船長持っていけるのは強くて、いった。まあ、ただ、ここ取り返せますんでね。はい、それジャスからの1、2からの、OK で持ってきますか。はい、これで取れますね。で、相手、スネークいないんで、まあ全然余裕です。と。一発、一発、一発。いった。ここも、一発。はい、なるほど。そこちょっと距離感置いてからの、スパチコン。からの、栄養状態。はい、栄養状態。はい、強い。で、これ取れますか。これも取ってしまって、もう死ぬことありませんのでね。はい、スパコン、スパコンからのジャス回避。で、ちょっとこれ無敵判定長いので、一発。あ、一発。で、交代させない。はい、一発。で、これ取りますか。大きいよ。で、取ってしまって、ここ、ロークに交代させたくないので、付きまとっていきましょい。はい、オーケー、白ゾロ強い。からの、ここはニカさん守ってくださると、シンジのボルサリーノ。からの、いや、あっち行くしかねえ、もう。もっち、あ、ミスった。いや、待って、待っちゃう。ワンチャンない。さ、ど、ごめん、どの道、無理だ、ごめん。まあ、まあ、ロジャー逃げられたら負けです。お疲れ様でした。